ブラッティナイフはインディアンの戦士。第7騎兵連隊に石膏隊として所属し、著名なジョージアームストロングカスター中佐ーーのお気に入りでアメリカ軍に仕えた最も有名なインディアンの一人とされる。正確な生年月日は不明であるが、1837年から1840年の間にブラッティナイフはダコタ順州で生まれた。ブラッティナイフの父は、 ハンクパパ氏に属するスーであり、母はアリカラの出であった。ブラッティナイフは、最初、スーの集落で暮らしていたが、スーとアリカラは互いに敵対していたため、アリカラの母を持つブラッティナイフは、スーの中で差別を受けた。そうした追い立ちから、彼を差別した、戦士シッティングブルの義兄邸にして、同年代のゴールを特に憎むようになった。ブラッティナイフは15歳前後で、 母親が夫を後にして、スーの集落を離れ、アリカラの集落に戻る際に同行して移住した。移住後、ブラッディナイフは、アメリカケガー校舎のフォートクラーク公益所で働いた。スーとアリカラの対立は、日常茶飯事であり、時に流血を伴った。ブラッディナイフは、ある日、父の元を訪問したが、そこでは、客人としての扱いを受けず、 ゴールや彼の取り巻きから襲撃を受け、銃で殴りつけられ、嘲笑された。さらに、1862年には、ゴールが率いた数の襲撃によって、ブラッティナイフの兄弟たちは殺された。その死体は、狼の餌にするために、地面に巻かれた。灰色マを仕留めたカスター。左は、カスターの片腕、アリカラのブラッティナイフ。ブラッティナイフは、石膏隊員として、 カスターの信頼が扱った。1865年、ブラッティナイフはアメリカ軍に雇われた。ブラッティナイフの上官はアルフレッド・サリーであった。ブラッティナイフは伝令兵として働いた。1865年の末、ブラッティナイフは宿敵であるゴールが白人を殺したという話を聞いた。アメリカ軍はゴールを捕獲するか。 あるいは殺害するために部隊を派遣するところであった。ブラッディナイフは、この派遣に参加し、ゴールが住まいとしていた集落へと部隊を案内した。ゴールはこの時、追い詰められはしたものの、逃げ延びた。伝説的な話ではあるが、ゴールは兵士によって、銃剣で二度刺されたが、これで死んだと誤解したアメリカ軍が去った後、息を吹き返したという話が残っている。この伝説では、 ブラッディナイフはゴールに銃を撃ち込もうとしたが、すでに死んでいると誤解したアメリカ軍兵士に止められたと言う。ブラッディナイフは必要にゴールは死んでいないと抗議したが、聞き入れられたなかった。ただしゴールがシッティングブルト仲たがいして彼を殺そうとした時に同じような流れの話が出てくるため、この話は作り話の可能性も高い。 1866年、アンドリュー・ジョンソン大統領は、インディアン石膏隊を正式に軍に組み込むという案を、承認した。ブラッディナイフはこの時、正式に石膏隊に入隊した。五条大遇であった。しかし、ブラッディナイフは、アルコール依存症の問題を抱えており、仕事ぶりに問題があったという記録が残っている。それでも、1872年には、可視官に昇進した。 1873年、ブラッディナイフは、ホートライスという地で、ジョージアームストロングカスターと出会う。二人は、意気投合し、カスターは、ブラッディナイフの石膏としての能力を称賛した。ブラッディナイフは、王平な性格であったが、カスターは、その王平な態度を、率直である時に言った。しかし、カスターは、気性が荒く、不安定なところがあり、 1874年には、ブラッディナイフを銃で撃ったことがある。しかし、カスターは時折、ブラッディナイフの名前が刻まれたメダルなどをワシントンに注文し、彼に送るほど、ブラッディナイフを気に入っていた。ブラッディナイフも、その期待に応え、数の集落を発見しては、カスターに報告し、戦いを有利に導いた。1874年、カスターは、 ブラックヒルズの遠征を遂行した。この遠征には1000人以上の不評、騎兵に加え、地質学者や甲府、記者などが加わっていた。さらに、ブラッティナイフも含む65人のアリからの石膏隊も含まれていた。なお、この遠征の前には、ゴールが率いた数の戦士団がアリからの集落を襲撃しており、ブラッティナイフの息子を含む住民を殺している。 ブラッティナイフたちありからの男は復讐に燃えていた。この土地はオグララスーの集落が多い地であった。しかしカスターにとってインディアン同士の争いなどはさまつごとであった。この遠征ではブラッティナイフたちがスーの集落を見つけた時に攻撃しようと行動を起こしたがカスターはこの調査ではインディアンを殺すことより均衡を探る方が重要であると考えていた。 このため、カスターは、ブラッティナイフに、スーから攻撃を受けない限り、こちらからを攻撃しないよう命じた。1874年8月7日、カスターたちは、野営ができる場所を探していると、一頭の巨大な、ハイイログマに遭遇した。狩猟が趣味であったカスターは、ハイイイログマを撃つことを、生涯の夢としており、この時、その夢を実現した。ブラッティナイフや、 ウィリアム・ラドローも、その狩りを手伝った。いくつかの記録によれば、その熊に止めを刺したのは、カスターではなく、ブラッティナイフであったという。他のアリからの石膏が、月給13ドルを受け取っていたのに対し、ブラッティナイフは月に75ドルを受け取っていた。さらに、遠征の成果を受けて、ボーナスとして150ドルを受け取った。中央に座っているのがカスター、その左隣にいるのが、 ブラッディナイフ1876年、リトルビッグホーンの戦いが起こった。戦いの前、敵陣を偵察していたブラッディナイフは、スー、シャイアン、アラパホの連合軍が野営地を発見したが、そこに建てられたティッピーの数は膨大であった。ブラッディナイフは、偵察から戻った時、自軍に比べて、敵の数があまりに多すぎるとカスターに警告した。 ブラッティナイフ以外の石膏も同様の報告をした。副官マーカスリノラ白人たちも懸念を示した。しかし、カスターはこの忠告に耳を貸さず、撤収することなく戦いに突き進んだ。ある伝説では、ブラッティナイフは戦いに臨む前、太陽を仰ぎ見て、私は今日、火が丘の向こうに落ちるのを見ることはできないだろうと呟いたという。 ブラッティナイフはマーカス・リノの部隊に配属された。リノはブラッティナイフたちアリカラとアリカラと同じくスーと敵対していたクロウの石膏体に攻撃を命じた。しかしブラッティナイフたちが懸念していた通り数の差は圧倒的でありリノの部隊は押され出した。この戦いが始まってそれほどの時間も経たないうちにブラッティナイフは頭部を撃たれた。即死であった。 ブラッティナイフのまとなりにいたりのは、ブラッティナイフから吹き出した血をまともに浴びたという。混乱したりのは、退却を命じた。退却は成功したが、混乱状態で発せられた命令は、部隊の混乱をも引き起こし、多くの兵が犠牲となった。カスターの部隊は、よりひどい被害であり、カスター自身も戦死するなど、アメリカ軍は、大きな敗北を起死した。 デビッド・ハンフリーズ・ミラーの手記によれば、戦いの生還者や目撃者、ブラッティ・ナイフの遺族は、ゴールがブラッティ・ナイフを殺したと主張したという。ただし、この戦にゴールが参加していたことは事実だが、彼の手記以外に、ゴール自らがブラッティ・ナイフを殺したという記録は出てこない。その後、ジョン・ギボンの部隊が到着し、リノの部隊は九死に一生を得た。ギボンの部隊は、 空となった数の住まいの中で、ブラッディナイフの頭皮を発見した。これらの遺物は1876年6月27日に、戦場に埋葬された。その後、彼は、ノースダコタ州、ホワイトシールド近くの石膏体の墓地に、新たに埋葬された。ブラッディナイフは、1866年、アウルという名を持つ、同じアリカラの女性と結婚した。少なくとも、 三人の息子と二人の娘が知られている。娘の一人は1870年12月28日に病死し、息子の一人は前日通り1874年にゴールたち数の襲撃を受けて殺されている。1879年4月14日、アウルは未払いの賃金を受け取るように主張し、1881年アメリカ政府から ブラッディナイフの最後の賃金91.66ドルを受け取ったという記録が残っている。宿敵の数と戦ったブラッディナイフはアリカラの間で有名となり、アリカラには彼を称える歌が作られた。また、ブラッディナイフは有名なインディアン石膏隊の一人となり、テレビドラマや映画などで描かれることもある。ありがとうございます。